今日は植物メンテの日です。応急処置をしようと思います。どんどん伸びる。これはアスパラ。モンステラの支柱を作ります。モンステラがなんかもう成長しすぎてこんな傾いちゃってるんで、これをね使って支柱にして支えてあげようかなと思ったんですよ。ニスをこれに塗って、それで支柱として使おうと思います。あ、疲れた。なんか土日しか時間がないってめっちゃ辛い。やることたくさんありすぎで。あ、違う。できた。意外に広い。じゃあやってみよう。おお、いいね。どこまで行く？やばー、こんな。お、120センチぐらいの高さがトップ、一番上みたい。どのぐらいかな、立って。これがスタンディングデスク、買ったものなんですけど、なぜこれを買ったかっていうと、ここにまずは引き出しがついていて、割と細々としたものをしまえる。そしてここにね、 USB の A と C のアウトレットがあるんですよ。だからえ、便利これって思ってこれにしました。これはパイクスピークっていうものです。4万円しないぐらい、割と安いやつ。120センチ、奥行きは60センチです。60センチあると結構広いよね。このパソコンの机のところを片付けました。とうとうこの DIY の棚も取り外すことになりました。これはね、使ってくれる方がいるので譲ります。壁紙を剥がします。棚を取りました。とりあえずあとはパッキングするだけっていう感じで荷物を減らしました。すごい。元の壁が出て、ちょっとと汚れてるんだよね。ここがちょっと心配だけど。まあでも、なんか思ったより悪くないよね。なんかこうやってスッキリさせるのもいいなってちょっと思いました。はい、それから引っ越しの準備で、いらないものをこっちの部屋に集めてたんですけど、結構ね、メルカリとかジモティで、いらない家具とかいろいろね、引き取ってくれる人が現れました。でね、DIY で余った端材があったんだけど、それはもう昨日ね、ジモティで500円で全部おじさん引き取りに来てもらいました。それからこの鳥かごはね、メルカリでもうすぐに売れました。これどうやって渡すかっていうと、取りに来てもらえる方限定で出したんですよ。そしたらまあここの近くをよく通る人がね、取りに来ますって、今日ね、これ取りに来てもらえる。それから、これね、テーブル、でかいテーブル、180センチある、こういうよくさ、会議室とか塾とかに置いてあるような長いテーブルも、これはね、ジモティで決まりました。だから、これもね、取りに来てもらえるんですよ。そう、なんかさ、取りに来てもらうの、なんかこう対面で住所とか知られて怖くないっていう、そういう問題もあるかもしれないんだけど、私全然そういうの疎くて、引っ越すしね。そう、しかもなんか割とね、女性なんだよね。女性多かったりして、であと昨日来てくれたおじさんはね、割となんかすごい人が良さそうな田舎のおじさんっていう感じでした。
割と大丈夫。あとはね、このベビーサークル、今ちょっと畳んじゃってあるんだけど、これはまだね、もらい手がいません。ここの部屋を、テーブルもなくなったし、ちょっと整理しようと思います。やっと、少しは、片付きました。とりあえず、引っ越しの資材と、この隅は、メルカリとかジモティー出そうかな。はい。食洗機をつけて、それで電源のこのコードがプラプラして固定されていないので、これをね今から固定します。それでアマゾンでこういうのを買いました。これはこういうのね、この中をこの電源のコードを通して壁にはこうピン、細いピンで止めるようになってます。結構いいのでちょっと一つやってみました。ほら、両面テープのやつはよく売ってるんだけど、こういうピンのやつって知らなくて、でこういうクロスの上にこうコードを固定するにはやっぱりピンじゃないと無理なので、これを今回は使ってみることにします。で、賃貸だけど、この細いピンなので大丈夫です。で、食洗機を取り付けてから、これ 1.5 メーターぐらいあるかな、使ってたんですけど、あまり食洗機とかこういう家電って、こういう、なんだろう、延長コード、このいくつもあるような延長コードは良くない。本当は延長コード使わないようにって書いてあったりするんだけど、どうしても電源って近くにあるとは限らないじゃないですか。で、この 1500W までっていうこのパナソニックの、よくね、これ私使うんですよ。食洗機とか、電子レンジとか、なんかそういう家電がね、電源が届かない時に。だから、これを使いたいと思います。そして、電源をつないで、このコードを入れる、モールを買ってきたので、これでカバーしてつけていきます。これがちょっと長いので、これを切ります。なんかハサミじゃ切れなかった。よし。とにかくさ、床に落としたくないんだよね。床につけたくない。よっ。ちょっとルンバでお掃除するときは、これを外して、床から離しておくしかないね。はい、はい、こんな感じで上から1個、2個、3個、そして4個つけて、ちょっとね、ここがね、気に入らないけど。そしてずっとこの中を通して、ここ。今日はこれから出かけます。スーツケース2つと、あとなんかガラクタを持ってフリーマーケットに参加することになりました。引っ越しでね、不要なものがたくさん出たっていうのもあるし、これまで自分が作った作品とかも行き場所がないっていうのもあって、そういうのをね、まとめて持って行って、少しでも、売れたらいいかなって思って、楽しみながらやっていこうと思います。うん、おもちゃ。今2時間経過で売り上げ900円。また作ったよ。できた。バーボン。え、ニンニクを入れて吊るして。これは風船。
芽が出る時期は冷蔵庫入れないと出ちゃうんですけど、はいね、本当ですね。玉ねぎは3月4月ぐらいは冷蔵庫を飲む。ニンニクはね11月頃これ芽が出るから。これだとちょっと小さいですか。どう、小さめの玉ねぎだったら2個ぐらい入るかな。あ、そうですね。でもこれはね一応ニンニク用に作って、ニンニク、あ、そうかそうか。見てどれ、わーすごーい。じゃこれ一つ、あ、はい、これを一つお願いします。はい、はい、できた。これをもらっていきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここ入れて、なんかあいちゃん入れる。バイ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 。今のお部屋は花火でぐちゃぐちゃ描いた。見てよ、綺麗。綺麗だね。バイバイ。バイバイ。安いこれ。お花がいっぱい咲いてます。綺麗なお花。ここからさ、パタンポポの上に、うん、これからハチさんがお家なの？だね。うん。逆じゃない？逆光でも大丈夫。おじい。いいんだよ。ねね。バーバー来たぞ、バーバー。あ、お兄だ。お兄、お兄、お兄。わあ。ねね、お金入れるやつがいい。一連になんだっけ？はい、これからな。お兄だ。やば、綺麗。今3時ぐらい。この季節が一番好きかな。山椒の新芽が出てます。なんか田舎に来て今回感じたのはさ、小鳥の鳴き声がすごいしていいなって思った。なんか妹なんかは毎日聞いていて、もう聞き飽きたとか言ってるんだけど、私の家って今東京の家、朝から夕方までカラスの声しか聞こえないんだよね。カラスの声だけしか聞こえないの。それも結構ストレスになる。すごい小鳥の声がさ、川崎にいる時も割と聞こえたんだけど、あまり意識してなかったんだけど、今回ねカラスの声しか聞こえないって毎日思っていて、で田舎に帰ってきて、あ、なんかやっぱいいなって思いました。見てて、うわー、あちゃんにもやらせて。おー、うなちさんにもやらせて。やだ、順番にやるか。知らないですか。